持ち抑えながら自転車こぎ息を切らした。そこには見たこともないくらいの大きな車輪、光の中車掌が出てきた。優しそうな顔してようこそ君を待っていたよ。乗り物は苦手じゃないかな。差し伸べられた手を掴み空に舞い上がる。今回は自分に必要があったインフルに今日は
日はね、まあ、僕が出荷されるわけじゃないらしいですね、お花屋さんに。でそうじゃなく届けられなかった形が少し崩れてしまった、それもちょっと悲しい話なんですけど、 そのお花たちを使って実際にこうやってアートするというのをちょっと聞いてですね、なるほど、まあ、よく花と人間として言われることが多いんですけど、そういう中で自分たちの居場所がたくさん作ればいいなという感じになるんですけど、まあ人を離れたというなんかいろんな人生があると思うんですよ。そういうの場で苦しみ、そして弱気、そして強くなっていたりするわけで、その辺じゃないですか。今寒さに凍えてると思うんだよね。クソっていう気持ちを込めて聞いてもらえたら、もらった方が違う。Thank you.
ありがとう。こもれた命、やがて作物の立ち絵という話で、それを作った。